アメリカにおいて、第6世代戦闘機のベールがいよいよ見えてきたみたいだね。2世代戦闘機は大型の傾向にあるって噂されているな。アメリカが携わる第6世代戦闘機か、期待しないってのは無理な話だよね。さて今回、このアメリカ第6世代戦闘機の開発に関わる計画 NGAD 計画の概要が少しずつ見えてきたから、その内容から様々な事象を考察していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも NGAD って何なの？ NGAD とはネクストジェネレーションエアドミネンス、日本語で次世代航空優勢を意味するんだ。航空優勢とは、制空権を確保することを視野に入れていて、味方の戦闘機や爆撃機などが自由自在に飛び回って任務を果たせる状態を確保することだね。制空権の確保により、地域における地上部隊の展開や、艦隊による海上作戦を遂行可能とする状況を維持できることを狙っているってわけ。逆を言えば、航空優勢を失うということは、敵機が戦場への空域を自由に飛び交う状況となり、自分が地上や海上の味方戦力の移動や展開に支障をきたすどころか、敵機により攻撃にさらされることを意味するぜ。そのために、世界各国では制空権の確保に直結する戦闘機の優位性を担保するために、様々な開発が行われてきたんだよな。戦闘機の優位性を確立するには、当然敵戦闘機の性能を上回る戦闘機を開発することが必要とされるよ。これまで、世界の戦闘機開発を担ってきたアメリカ、ロシア、EU、そして近年では中国が、より高性能の戦闘機開発に力を注いできたんだ。アメリカ空軍では F-22 ラプターの後継となる、次世代戦闘機通称 NGAD の開発に着手していて、2010年以降開発が順調に進められているものと言われているよ。すでにモックアップ機の存在や、テスト飛行の実施も噂されるなど、その出現が待たれているところだけど、別の見方ではアメリカ空軍は次世代戦闘機開発を諦めたとの憶測も飛び交っているんだ。そのような状況の中、2019年2月28日には、当時の空軍次官補のウィル・ローパー氏が、デジタルセンチュリーシリーズという新しい構想を発表したらしいよ。デジタルセンチュリーシリーズは長い年月と多額の費用を費やして1種類の新型戦闘機開発を進めるんじゃなくて、数種類の新型戦闘機開発を同時進行させて、継続して次々と新型機をロールアウトさせ入れ替えていく考え方を、アメリカ空軍の構想として提唱するものだね。この構想が実現すると、開発リスクを分散し費用を抑制することが可能となるものの、他国の状況に対応するだけの余力が生まれないことから、世界ではアメリカが第6世代としての NGAD 開発を諦めたのではないかとの観測が広がっていたぜ。そこに2020年9月、このウィル・ローパー空軍次官補が NGAD の実証機はすでに初飛行を終えていると明らかにしたことで、世界の関係者が驚いたんだ。さらに、2021年6月にはアメリカ空軍参謀総長のチャールズ・ブラウン大将がアメリカ議会での答弁において、NGAD は広いインド太平洋地域での運用を考慮されている。NGAD は F-22 よりも多くの兵器を搭載できる大きなペイロードと長い航続距離を備えたものになるなどと証言し、今までベールに包まれていた NGAD のスペックが初めて明らかにされたんだよね。この公聴会では、ACC 航空戦闘コマンド司令官のマーク・ケリー大将も証言をしていて、NGAD は大きなペイロードと長い航続距離を備えたインド太平洋向けのタイプと、航続距離の要求がないヨーロッパ向けのタイプの2種類が計画されていることを明かしていて、アメリカがデジタルセンチュリーシリーズ構想に基づいて、2種類の NGAD を開発していることが明らかになったんだ。各国では、アメリカの NGAD 超えを実現するため、現在の最新鋭世代である第5世代戦闘機に続く、第6世代の次期戦闘機開発を進めているよ。そもそもジェット戦闘機における世代の考え方は、現在において定着したものですが、その区分に明確な基準がなかったんだよな。そのため、第3世代までは音速を基準とした速度で区分されているのが実情だぜ。では実際に、世代の変遷について詳しく解説するよ。第1世代は、第二次大戦末期から1950年代のジェット戦闘機黎明期の亜音速の速度を持つ戦闘機を指しているんだ。代表的な戦闘機は、アメリカの F-86、ソビエト連邦のMiG-15がそれに当たるんだけど、この世代は朝鮮戦争において空中戦を繰り広げたことから、世界で初めてジェット戦闘機同士の戦闘が行われた事実が歴史に名を残しているよ。
次の第2世代戦闘機は、朝鮮戦争後の1950年代から1960年代にかけて登場した超音速戦闘機がそれにあたり、アメリカでは F-104、F-105、F-106、ソ連は MiG-19、MiG-21、Sukhoi-7、Sukhoi-9、Sukhoi-11 などが世代を代表する戦闘機となるね。この頃になると、いわゆる冷戦の名の通り、アメリカとソ連が直接戦争をすることはなかったものの、中東戦争など地域においてアメリカとソ連が覇権を争う代理戦争において、これらの世代の戦闘機が実戦に投入されたよ。1960年代からの第3世代戦闘機では、飛行速度ではなく兵器として実用化が進められた誘導ミサイルなど、搭載兵器や能力によって区分が変わるようになったんだ。アメリカの F4、F5、F111、ソ連じゃ MiG-23、MiG-25、Sukhoi-15。そして、フランスがミラージュ F1 を開発してジェット戦闘機開発戦争に参加したほか、この頃より頭角を現し始めた中国が、ソ連製の戦闘機の技術をコピーした J8、J17 を実用化することに成功しているよ。1980年代になると、ジェット戦闘機には長距離かつ広域を探索可能なレーダー、複数の目標へと同時に交戦が可能なアビオニクスを搭載する。最先端の技術と兵器を搭載し、複数の任務を同時にこなすことのできるマルチロール機が登場し、これらが第4世代に位置づけられるな。第4世代機は、2021年現在でも現役として運用されている戦闘機が多く、いわゆる近代化改修によって、多数のセンサーやレーダー、ミサイルを搭載するために機体の大型化が図られ、大水力を発するアスターバーナー付きのターボ3ジェットエンジンが搭載されることで、第5世代機と遜色のないスペックを確保しているぜ。アメリカでは、F-14、F-15、F-16、FA-18 が第4世代となり、ソ連崩壊後に継承国家となったロシアでは MiG-29、MiG-31、Sukhoi-27 が開発されているな。またフランスはミラージュ2000、中国は JU-JU-1 などを開発し、先進各国と性能面で遜色のない戦闘機を開発することに成功しているぜ。日本においても、国産機 S-1 を開発してジェット戦闘機を所有するようになったが、その後の政治的事情もあり、第4世代機としてアメリカの F-16 をベースとして開発した S-2 戦闘機を現在でも運用しているってわけだな。このように、第4世代の中には近代化改修によってより強力な性能を担保され、第5世代と比べても遜色のない性能を有する戦闘機もあることから、専門家の間ではこれらの機種を第 4.5 世代と分類するケースもあるんだ。第5世代は、2000年代に登場する戦闘機で、レーダーに捉えられないステルス性を発揮する戦闘機として登場するものが多くなるよ。現時点で最新鋭と言えるこの第5世代戦闘機だけど、それに分類されるのは、アメリカの F-22 と F-35ABC、ロシアのSukhoi-57に中国の J-20 が該当するとされているんだ。だけど、ステルス性能において中国の J-20 は機体前方にあるカナード翼が、ステルス性を発揮する際の支障になっているとも言われ、第5世代に当たらないとする見方もあるんだよね。そして2021年になると、さらなる次世代として第6世代戦闘機の開発が進められているよ。第6世代はさらなるステルス性能の向上や指向性エネルギー兵器の搭載が主な特徴として挙げられているね。さらに、戦闘能力においては、クラウドシューティング能力の保有に加えて、無人戦闘機との連携による作戦遂行能力も有していることが代表的な性能となっているぜ。現在、第6世代戦闘機の開発構想は、フランス、ドイツ、スペインの共同開発による FCAS と、イギリス、スウェーデン、イタリアが共同開発を進めているテンペストが先行しており、有人機と無人機のチームを基本編成とした開発が進められているみたいだね。フランスとドイツが第6世代の先駆者になりつつあるんだね。ロシアは、Sukhoi-57 をベースとした MiG-41 の開発を進めていると噂されており、最大速度マッハ4で超高高度を飛行する能力を有するとともに、無人機としても運用可能ではないかと囁かれているよ。この MiG-41、早ければ2025年プロトタイプが登場するのではと見られており、西欧諸国は大きな脅威としてみなしている状況だね。そして中国はアンジェンやカユーと呼ばれる無人機の開発を進めており、これらが第6世代として登場するのではないかとされたことがあったんだけど、有人機の情報やこれらの無人機の開発状況を含めて、第6世代と見られる戦闘機開発について一切公式に認めている状況ではないんだ。中国においては、各国の技術を盗用するスパイの暗躍が囁かれており、その成果もあってステルス性能においては、
すでに諸外国の性能レベルにまで達しているのではないかとも言われているな。世界各国の状況は今まで紹介した通りだけど、日本の動きはどうなっているのかが、やはり気になるところだよね。日本では、第6世代の名にふさわしい次世代の開発を、三菱重工業を基幹企業として川崎重工業、スバルー、IHI、三菱電機、東芝、富士通、NEC の国内7社が協力して開発する取り組みが行われているよ。三菱重工業といえば、世界中にその名を轟かせたゼロ戦の生みの親でもあることから、今回の共同開発プロジェクトを令和のゼロ戦と表現している人も多いようだな。正直なところ、日本の飛行機開発は世界基準にはまだまだ達していない部分もあり、特に立ち遅れている自立型無人機開発についても、次世代機の開発と同時に進められることが期待されているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。